はい、こうちゃんです。それではですね、今日はまぶたと涙腺についてお話ししていきます。これで、発声の授業は最後になります。はい、それではですね、まぶたなんですけど、まぶたはまず体表外胚葉のひだから発生します。10週頃までまぶたは閉じて、融合しております。そしてですね、26週頃までずっと融合したままなんですね。そして眼球が融合している間というのは閉鎖性の結膜脳が角膜の前方に存在しています。そして目が開くと、その結膜が白の部分を覆ってまぶたのことを裏打ちするようになるわけですね。そしてまつげ、こちらの方は体表外胚葉から発生します。また結合式および、眼瞼というものは、眼瞼内の肝葉から発生することになります。そしてですね、外輪筋のみは第2細球、すなわち第2咽頭球の肝葉から発生するわけです。そういったわけで、眼輪筋は第7脳神経の支配に、よって操作されているわけですね。そして最後、涙腺。涙腺の方は体表外胚葉の中枢性芽から発生します。そちらの方は枝分かれして冠状化され、腺管と腺胞を形成されます。涙腺というのは出生時というのはあまり未発達でですね、6週間は十分に機能しないと言われています。なので新生児というのは泣いても涙、よく観察すると出ていないんですね。はい、それではですね、発声の授業はこれで全てになります。よかったと思う方、ぜひいいね、グッドボタンよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録の方、何卒よろしくお願いいたします。